例えば君がから空顔をして涙を一粒こぼしているような時に僕にできることとは何だろう。ちょっと真剣に考えてみる。優しい言葉をかけるのもなんか違うし、慰めの言葉などなおさら嘘くさいし、結局のところただ何も言わずに寄り添うことじゃないから、いわば太陽みたいな存在になり君の笑顔を引き出したいんだ、なんて言ったらちょっと大げさだけど、君が震える時にはそっと照らして、同じぬくもりに包み込まれて、いつの間にかほら笑い合ってる。気の利いた冗談などあまりでなくて、口を開けばいつも真面目なことばかり、こんな僕でも君がいてくれたから今日もこうして歌ってる。 I 愛 won't be a sunshine love you on sunshineという時は信じてみてよ、かっこいいヒーローとはいかないけど、いいんだよ泣きたい時も笑いたい時も、余すことなく全てをぶつけて、あらゆる感情を僕に委ねて、いわば太陽みたいな存在になり君の笑顔を引き出したいんだ、なんて言ったらちょっと大げさだけど、君が震える時にはそっと照らして、同じぬくもりに包み込まれて、いつの間にかほら笑い合ってる。例えば君がからそうな顔をして涙を一粒こぼしているような時に、僕にできることとは何だろう。君の太陽になりたい。どうもこんばんは、山本晴太と申します。今日は楽しんでいきましょう。ありがとうございます。じゃあ続いて聞いてください。ハレルヤ。今日は今日も明日から素敵なメロディー、ビリー・ジョエルの、そうこれはピアノマン、その合間から聞こえるおじさんの鼻歌、僕を乗せて時は流れ、同じようで違う一日だ、ただ普通という幸せに静かに感謝する。まで思いつかなかった考え方が、ふわりふわりと頭の中を埋め尽くしてく、いろんな出来事も無駄じゃないんだな。いつ
寸先が闇というなら、また一寸先は光でもある。そんな風に巡り巡って最後は笑ってたい。ああくれる人、今じゃ会うこともなくなった人、どれだけ言っても足りないけど、本当心からありがとうございます。ないものばかり並べては、隣の芝生がやけに青くて、よく見りゃ実は悪くないかもって最近思えんだ。ハレルヤって曲でした。どうも改めましてこんばんは、山本新と申します。今日はね、このイベントにようこそおいでいただきました。まあ、あのですね、偶然にも、今日は 僕以外の、お二人のですね、お二方の出演者の方も、知っておりまして、今日本当にですね、皆さん、あのいい夜ですので、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。僕はトップバッターですけれども、どうぞよろしくお願いします。でね、いや、まさか僕はまた渡部さんと対バンすると思ってなかったんですけれども、今さっき歌ったハレルヤという曲なんですけれども、あれは今年の2月ですかね、渡部さんとね対バンしたのは。その時にすごくいいなと思ったんです、渡部さんの音楽が。特に僕は野球の歌とミサトでしたっけね、それがすごい残ってていい歌やなと思って。で、僕もあんな風になんかちょっとこう語りチックというかフォーキーな、いい意味でね、曲が作れたなと思ってたら、今のような曲が僕の中に出てきて、なんと、再開できたので言わせていただきますけれども、ありがとうございます。その説は、はい、渡部さんと対バンしなかったらこの曲はできてなかったと思いますので、はい、ありがとうございます。で、まあ、今日ギターでしたけれども、実は、さっきの曲ピアノでやることありまして、それがすごい面白くてね、ほんまにビリー・ジョエルのピアノマンの伴奏をバッチリはめてやれるんですけど、まあ、それはまたいつぞやに出る音源に入れたいなと思いますので、その際は買ってくださいね。いつになるか分かんないですけど、お願いします。はい、では、次の曲ですけれども、次の曲は、今年作ったバラードをちょっとやりたいなと思っております。で、まあね、今日は僕出演者の中でも最年少なんで、あんま偉そうなこと言えないんですけれども、やっぱりね、いろいろありますよね、生きてると。30超えてくるとね、ほんまになんか今まで起きなかったこととかもやっぱたまに起こったりするんですよね。で、その時にふと思ったりして、まあいろんなね、悲しいこととか辛いこととかあっても、結局
とかね、まあ、自分が原因やったり人が原因やったりしますけれども、結局のところいろんなことがあっても泣いて笑って結局はなんか許し合って生きてるんじゃないかななんてことをふと思いまして、それで思いを言葉にして気づいたら曲になって、なんか人生でこれも初めてですけども泣きながら作った曲です。とてもいい曲ですので聴いてください、ちっぽけなバラード。ここにいる見慣れた景色も飽きちゃったら何にも変わらないのは分かっているんだ僕のせいさ。やめちゃおうかなって時もある。でもなぜだろうやりたいんだな。結局のとこ好きなんだな。ああ僕らは泣いて笑ってたまに怒ってまた笑って許せるから許せるよね。そんな風に生きてゆくんだ。聞かせてよ、うん、そうだね、つらかったね。何一つ君は悪くないよ。ああ僕らは泣いて笑ってたまに怒ってまた笑って許せるから許せるよね。そんな風に生きてゆくんだ。So long.
じゃあちょっと楽しい曲を聴いてあげます。はい、Thank you。 手拍子ありがとう。聴いてください、センチメンタルトレイン。久しぶりに君の街へ、つづく列車に乗ってる。あれから10年も経って、僕だってもう30歳、相変わらずだけど、今でも時々思うんだ、あのまま僕らずっと離れずに今も二人でいてたら、どんな今日を迎えていたんだろうって。今じゃ君も僕も守るべき人や守るべき場所を互いに持ってる。あの頃の僕らに胸を張って言える、10年先も幸せだと。久しぶりに君の街へ、続く列車に乗れば、少しだけくすぐったくて、だけど二度と味わえない思いが蘇る。分かったことがある、できるならば伝えたい言葉、心から言うよ、ありがとう。久しぶりに君の街へ、続く列車の横は、君じゃない大事な人が僕の袖を引っ張ってる、とってもいいやつだよ。窓からの景色も変わり、僕らも変わったけど、変わらない思い出はある。
君も同じ音を聞いてるのだろうか。置いてきたはずだった君へと続く感情が突然目を覚ましてまた僕の中で暴れ出す。止められない締め合った真夏の恋人、あの日も今日と同じように雨が降って池窓人たち、僕らは気にもせずただただそのぬくもりに浸ってた。 Why miss you? Why need you? 立ち止まったまま夏が来るたびにこんなに辛いのなら事なんか知らなきゃよかった。まだまだ胸の痛みは止みそうもない。 Oh no Oh 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 ございます。真夏の恋人でした。ありました、ありました。それでは、次の曲で私山本新太最後になります。ありがとうございます。もうちょっとはしゃぎすぎてもう汗だくですけれども、いやほんまにね、あのもうちょっとお二人おって悔しいですけど、ほんまにいいんですこの後も。この後もこの後はじゃなくてこの後もなんです。だから僕も良かったんですけど。でもねほんまにいいので、あの楽しんで帰っていただければなと思います。で、僕の方の情報ですけれども、一応ライブの方基本的に大阪中止なんですけれども、次がね7月の10日、もうほとんど一月後ですけれども、谷町9丁目大阪ワンドロップというところで、ライブします。その後はね7月の20日に、これは僕も行ったことないんですけど、フリーイベントなんですけど、あの和泉市、あの大阪の南の方なんですけど、和泉市になんかエコール和泉っていうところがあって、知ってる？うん、なんとなく知ってる、なんとなく知ってる、なんとなくが一番。そこで、フリーイベントします。まあその他もどんどんライブ、していきますので、今日は後でまたフライヤーの方渡してもらったりしますし、ブログ、あと、まあ、Facebook はね、何しますか、あんまミュージシャンらしいというか、ミュージシャンのこと書いてるなと思ったらいつも録音してるなとか、もうそんな話ばっかりなんですけれども、やっておりますので、またよければ、覗いていただければなと思います。あと CD の方ですね、今日歌った曲が、入ってる CD、7曲入りで1000円であります。あと5曲入り1000円のもありますので、よろしければ、それもね、その僕家で作業をほとんどするんです。ほとんどか全部するんですけれども、それの、集大成の1枚となっておりますので、よろしければお願いします。で、ね、今日あ最後に出る、なんと、ボゴさんのリユニオンという CD も僕が作ってるんです。うん、イエイエイ。よければ、抱き合わせで2枚よろしくお願いします。じゃあ、最後にやる曲は、まあ、夏はこれから始まるんですけれども、ちょっと夏の終わりをイメージした、CD の最後にも最後の曲にもなっております、夏のレクイムという曲を最後に聴いてください。Thank you.
し肌寒い風は次の季節の匂いがした。子供たちはそれぞれの家路を目指し散らばってく。茜色に街を染める今日の夕日を浴びて、ちょっとセンチメンタルで、それでいて懐かしい。ありがとうございました。山本新でした。最後まで楽しんで帰ってください。ありがとうございました。
the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels, they'll be singing a la 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 la, la 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 la, la 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 la. Well, I don't want to break before the tour. どうもこんばんは、名古屋から来ました渡部優也と言います。よろしくお願いします。いやいやいや、もうね、新田くんがやたらと持ち上げてくれまして、俺新田くんね、2回目なんですけど、これ本人あれなのかな、言われたくないのかな、すごいアンジャッシュの渡部さん似てません？いやいや、もうここあのそこ届いてないかもしれないけど、ここ大爆笑やからね、びっくりするぐらい大爆笑してるから。やっぱ同じ渡部なんで、ちょっとなんかね、俺結構自分大好き人間やから、ツイッターとかね、検索ってあるでしょ、あれで結構渡部優也とか、ね、それでも飽き足らず渡部とかで検索するんですけど、だいたいアンジャッシュの小島が出てくるんですよ。あ、小島ちゃうわアンジャッシュの渡部さんが出てくるんですよ。もうそれなんとかね、今年中に抜きたいなと思ってね。はい、まあでも本当にいいライブをしてくれました、アンジャッシュの渡部さんには大きな拍手を。本当にあのババッとなんかすごいハードルを上げられましたけれども、ハードルは上げて上げて、上がりすぎるとくぐれてしまうのでね、そんな感じでゆるくやっていきたいと思います。渡部と言います、よろしくお願いします。難しいことじゃない。ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。ああ、目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出や、あなたとの毎日、本当のことは歌の中にある、
いつもなら照れくさくて言えないことも今日だってあなたを思いながら歌うたいわ歌うよずっと言えなかった言葉がある短いから愛してる難しいことじゃない その胸の目隠しをそっと外せばいい 空に浮かんでる外には北風が腕組みするビルの影に吹けるを乗せてメロディーは続く oh, 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 oh.Thank you.
改めましてどうもこんばんは、名古屋から来ました渡部優也と言います、よろしくお願いします。いやもう本当に名古屋からはるばるやってきましてですね、でもなんか最近便利ですね、近鉄電車で名古屋から1本というかね、なんか鶴橋から阪神が乗り相互乗り入れやってて、ほんまに1本でこれなんですよ。すごい近いなと思って、これは通うしかないなと思ってるんですけれども、まあね、新田くんが今日最年少ということで、31歳から51歳まで50ですか、もう一緒です一緒ですすごいね、俺こんだけあれですよ、平均年齢が高いの久しぶりで、僕今年36になるんで、足したらもう足さんでもいいんですけど、足したら110歳超えますからね、えらいことです。なんか大人な感じのね、いい夜になったらいいなと思いますけれども、僕ももう結構ね10年以上こうやって歌を歌ってるので、結婚式とかね結構呼ばれることもよくあって、なんていうか、まあ、これテンパなんですけど、今梅雨でしょ、梅雨でさ、今日も、まあ、天気悪いけどすごい湿気バーってあって、この間あの家で抜け毛が落ちるでしょ、その抜け毛があまりにも湿気がすごくて、普段やとちょっとうねうねうねってなってるぐらいなんですけど、この間トーン記号なっとったんですよ、もうそれぐらいほんまにガーってなってるんですけど、この間結婚式で二次会に呼ばれて歌いに行かされてちゃうわ行かせていただいてでなんかビンゴ大会ってあるじゃないですか、あれが当たって、僕今まで本当当たらなかったのに、この間初めて当たってやったーと思って、そしたらなんかもらったやつがこんなにうねうねやのに、女性の人がね髪の毛を巻くな、何あれ、アイロン、ヘアアイロン、あれ当たったんですよ。どうしようと思って、これ以上負けっていうことかと思ったんですけど、ちょうど僕の向かいにおった人が女性なんですけど、電気シェーバーが当たってて、あ、やったと思って交換してもらって電気シェーバーを手に入れました。ありがとうございます。まあその話はいいんですけど、まあ結婚式でね、ちょっとスピーチして歌を歌ったんですけど、その時にね僕我ながらええこと言ったなっていうのがあって、ファミリーっていう英単語あるじゃないですか、あれの言葉の由来ってわかります？なかなか多分知らないと思うんですけど、僕もネットで拾ったやつなんで本当かどうか知らないんですけど、すごい素敵なことを書いてあって、そのファミリーの F と A と M、 最初のねあれが F がファーザーで、 A がアンドで、 M がマザーと、ファーザーアンドマザー、お父さんとお母さんで、後半が ILY っていうのがI love you の頭文字なんですって。でお父さんとお母さんはあなたのことを愛していますよっていう、そういうのが一応語源でこう成り立ってるらしくて、あすごい素敵やなと思って、でその、まあ、結婚式の時にそのね、あなたたちのお父さんお母さんがもうすごい愛情を育ててね、すごい立派に育ててもらって、でいつかこの2人にまた子供ができた時に同じようにねすごく愛情を注いで、あったかい家庭を作ってくださいねと、気づいてくださいねっていう話をして、歌を歌わせてもらったんですけれども、本当に僕がね育ってきた環境っていうのがものすごいいい環境で、お父さんもお母さんもまだ健在なんですけど、すごく愛情を注いでもらって、注がれて育ちまして、僕が一番尊敬している人が、自分の父親なんですけれども、そんな父親の歌を作りましたので一曲歌ってみたいと思います。ファーザーっていう曲。気がつけば僕は僕で、なんとなく
20にまで来た。桜散りひまわりが咲けばまた一つ年を重ねる。キスをして抱きしめてくれた頃のフォトグラフ。別人に思うほどあなたも年を取った。バランス悪いでかい顔、笑うとなくなる小さな目。お世辞にもかっこいいとは言えないけど、あまり多くを語らないけど、母にはかなわないけど、その背中はとても大きなものに見えてた。僕が家を出て4年が過ぎて、やりたいことも見つけたよ。ギリギリの生活だけど、なんとか楽しくやってます。気の悪い息子だからいろいろ心配だろうけど、もう少しバカな僕を見守っててくれないかな。歌が届いてますか？頑張って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 働いて、耳が聞こえなくなるほどいろんなもの背負ってきたのに、僕はあなたを裏切ってばかりだよ。ごめんよファーザー、 oh, これが僕の声だよ。あなたの僕の声だよ。あなたに向けて歌うよこの歌。少しは上手くなったなとあなたに褒めてほしいのに、もう二度と届きはしない。だからせめてこれからあなたを取り巻く長い長い未来があなたらしいと言えるものでありますように。そしていつか命が枯れ果てて消えてしまうその時まで、僕らと共にありますように。僕らと共にありますように。
聴いていただきました。さっき渡部さんがね言ってたんですけど本人的にはどうなこれ、やっぱり嫌なの。じゃあ渡部さんがね言ってたんですけれども、こう野球のね歌が僕あるんです。まあまあどこに行ってもやっぱりなんかねインパクトが一番あるらしくて、この歌が結構野球の歌の人って言われることが多いんですよ。なんか体操のお兄さん的な感じで言われるんですけど、まあまあ結構ね僕なんていうか、いつも自己紹介をするときにこう初めての人がね、多いところでは結構生い立ちから説明するんですよ、3時間ぐらいかけて一応ボケたんですけどまあまあ結構なんかねこの歌に絡めていろいろ言うんですけど、去年ね甲子園とか見とった人いますかね、こう大阪なんやなんだっけ、桐蔭、大阪桐蔭でしたっけのね松井くんっていうピッチャーがいて、その子が1試合27個しかアウトが取れへんのに22個を三振取っちゃって、このね甲子園記録を塗り替えたんですけど、で連日連夜その松井くんがやった松井くんがやった回記録つってずっとニュースで撮ったんですけど、その22個三振を取られた方の愛媛県の今治西高校、僕の母校ですね、これ続きがあって、その1試合22奪三振っていうのも記録なんですけど、同じ試合で10人連続奪三振記録っていうのもまた新記録で更新したんですよ。で前回それまでの記録が8人連続っていうのがあって、それが今解説者やってるの巨人におった江川卓っていうねすごいピッチャーがおったんですけど、その人が甲子園で高校時代に作った記録なんですね。でその8人連続奪三振記録を江川が作った相手チーム愛媛県今治西高校、僕の母校です本当ね僕ね結構こうやってベラベラ喋るんですけど空回りすることが多くって、なんでかななんでかなと思ってたんですけど、多分空振りする県民性なんですよねきっとね微妙にボケたんですけどだからこのライブ中に何度か23回空回りしたいと思いもうなんて言うんですか、僕あまりにお客さんにこびるとかそういうの好きじゃないんですけど、今日はこびますもう皆さんね多分僕のこと初めて見ると思いますけど、僕も皆さん初めて見ますからね、同じです。こうやっぱり初対面の人同士ちょっと思いやりを持って気を使ってなんかねキャッチボールできたらいいなとあれ俺だんだんなんか一人ぼっちになってる気がする。こうやってもう共演者しか言ってくれないなんかこうやってですよね、ステージでこう一人でおると、あ人間って一人で生まれて一人で死ぬんやなと思いますよねその野球の歌はシーンっていう曲、平凡な火曜日学校から帰った一人の天才野球少年は、物置に乱雑にしまってあるボールとグローブを引っ張り出しにはスタジアムへ、いつものようにブラウン管の向こう側で優勝を決める場面、そしてイエイエイ割れんばかりの歓声に包まれた、ショートバウンドはやっぱ怖いけど勇気を出してあともう一歩踏み出そう、顔とか当たるときっと痛いけど目をつぶらずに逃げないで受け止めよう、
僕に才能がないと気づいたのは、本当はあいつに追い抜かれるよりもずっと前で、でも代打の切り札なんてまっぴらごめんだよ。だから両手の豆なんて何でもなかったんだ。92年夏甲子園、あの5打席連続敬遠が話題をさらった年、僕ら14人グラウンドに最後の挨拶をした。せーので、ありがとうございましたというところが出てきますので、よかったらね、あの今からもう一回、今練習で今から本番やりますので、よかったらあの大きな声でありがとうございましたって言っていただければ嬉しいなと思います。心を強く持ちましょう。92年夏甲子園、あの5打席連続敬遠が話題をさらった年、僕ら14人グラウンドに最後の挨拶を。いっせーの、はい、Thank you。 僕の夢はプロ野球選手、僕の夢はプロ野球選手。ヘタピでいつもベンチだったけど、こんなに愛しいのはなんでやろな、ああこんなに愛しいのはなんでやろな。物置の奥で埃をかぶってたグローブはもう小さすぎて入らないけれど、久しぶりにあいつら誘って飲もうかな。酒は愛も変わらず点でダメだけどさ、あー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 イエーイ、あーあー、どうもありがとう。僕のあのすごく尊敬している歌うたいがいて、大島啓太っていう人がいるんですけれども、その人がブログでね、こう毎回ちょっとこうなんていうんですか、格言的なものを今日の大島語録って言って、なんか一言ポンって書いてるんですけど、たまたま今日見たやつがオーディションは受けません、なぜなら毎日がオーディションだからって書いてあって、すっげーかっこいいと思って、僕いつもライブで本当に、まあ、さっきもそうですけど、お客さんとねなんかこう一体感を求めてて、一体わーって一緒にやるのがすごく好きで、なんかあ俺生きてるっていう感じをもうすごい、あライブっていうのがすごい好きなんですけれども、やっぱりこう初めての場所とかね、結構お客さんが全然いないとか2人とか3人とかの時もいっぱいあって、そういう時に結構ねなんかちょっと縮こまってしまって、いつものやってることをやらなかったりとか、なんかそういうことが結構あったんですよ。でもなんかそういう時って絶対後から後悔するんです。あなんで俺できんかったんやろ、なんか自分に負けた気がしてすごい悔しい。今年の目標はやらずに後悔するならやって後悔しようってずっと思ってて、どんな状況でもどんな人の前でももう本当に自分ができる限りのことは 100% 全力でやって、全てを置いていきましょうっていう、そういう気持ちで、やってます。なので、本当に毎日がなんかオーディションというかね、本当に試されてると思いますし、なんかやってやればやろうと思えばできることをやらずに終わるなんて、そんなこと絶対嫌なので、今日も本当にもう全てをぶつけるつもりで、頑張ってやりたいと思いますので、もう本当にね、まあ、恥ずかしいとかめんどくさいとかそういうのも全然わかります。もうあのテンパのイケメン何言ってんねんと思ってるのもすごくわかります。わかるけれども、もうそれをなんとかもうこっちの味方にするように、もうちょっとでもほんまちょっとでもいいので、皆さんの人生、明日からの人生が一度でも二度でも三度でもちょっとこうなんか変わったものに前向きになるような感じで一生懸命歌わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
愛は十七度ないそんな小さな十字路で夢見がちな僕に一つ警笛が鳴った、マイクは痛い口上笑い右折して国道を目指す信じるのはひたすら未来を示そうご恩知のコンパ、僕はここにいるってこと、ここにいるってこと、そして僕はまたここに、たった今産声を上げた。ある時期は口ばっかの男になって孤立して戸惑った、影帽子なんてくじゃれたの前で自分のこと呼んでみたんだ、やがて仲間ができてやれることも世界も広がったら、生きるってことはこんなにも素晴らしいもんだって知った、あふれんばかりの輝きを、何もないまして七度ないそんな小さな十字路で夢見がちな僕に助けて気がなった、行く手を阻むものなど本当は初めから何もないぜ、信じてみろひたすら未来を掴むのは、気持ちはそばにあるってこと、それ十年後希望に満ちていて、そして誰かの心に僕が溢れていますように、あなたの心に僕が溢れていますように、あふればかりの輝きを、今あなたに優しさを、暗闇に微笑みを、涙には手のひらを、あふればかりの輝きを、初めて来たんですけれども、ここ上げた瞬間にね、あのマスターのヒデさんが
なんかすごくあったかい笑顔で迎えてくれて、あ、ここはいい箱だと、もう最初に直感で思いましたので、やっぱりこの直感を信じてね、またぜひ遊びに行きたいと思います。ボイスの皆さんどうもありがとうございました。僕の好きなアーティストがちょっと好きなことを言ってたので、パクりたいと思いますけれども、人と人がねこう歩いていく中で出会ったところに一つ点ができるんです。でそのまままた歩き続けて、この点は案外忘れられたりするんですけど、またどこかでぶつかった時にまたここに点ができて、再会は最初の出会いに意味をくれるんですって。この点と点が線で結ばれて、その線がいっぱいブワーってなって、なんか人生って成り立ってるんですって。だから今日、こうやってね初めて会った人がほとんどですけど、またぜひ2回目再会をしていただいて、そしたら今日出会ったことがもっとなんか意味のあるものになって、お互いのね毎日の中でちょっとでも彩りを加えてもらうような、そんな感じになれたら、すごく僕がここで今日歌った意味ができるなと思いますので、ぜひぜひ、またね何かのついでにこう、あ、見つけたって、そんなんでも全然いいので、またぜひ足を運んでいただいて、一緒にねわーって遊べたらいいなと思います。それでは最後の曲になりますけれども、一個忘れてた、明日、僕大阪のですねセブンデイズ京橋店というところで、人生初の、大阪では人生初のワンマンライブがあります。で本当にねさっき新田君と出会ったぐらいの2月ぐらいにね、まだ僕名古屋から大阪に通い始めてぐらいの時に、ちょっとねオーナーさんと仲良くなって、無茶なお願いをしまして、お客さんゼロなんですけど、僕ももうそんなにもう35で6になるので、そんなにね数年かけてまたゼロからワンマン目指してっていうのは無理ですと。なので本当にむちゃくちゃですけど6月にワンマンさせてくださいって言って、だから毎月頑張って通いますんでって言って20人目標でやってるんですけれども、今多分16、7人です。あと数人で本当に目標達成できるので、よかったらぜひ明日7時からですねありますので、京橋セブンデイズの方に足を運んでいただけたら本当に嬉しいなと思います。CD も、あっちの方にね並べてますので、ぜひぜひ3人ともなんか見ていってもらえたら嬉しいなと思います。ジュール・ベルヌっていう哲学者がいて、人間が想像できること、それはたとえどんなに馬鹿げてて絶対無理だよって人に笑われるようなことでも、本人がね諦めないでいればいつか絶対に実現可能なことばっかりなんだと、そういうふうな言葉を残したそうです。本当に僕の、ね、身の回り、そして身の回りじゃないところでもほんまにいっぱいいろんな願いとか目標とか夢がバーってあるんですけど、結構今の自分から見るとね、全然手が届かないようなところにあるものばっかりなんですけど、なんとか一個一個、頑張って叶えていってね、それをまた誰かが喜んでくれるようなそんな風な歌になりたいなと思って頑張っていきたいと思いますので、ぜひまたこれからも応援していただけたら嬉しいなと思います。どうもありがとうございました。渡部でした。心の内側の小さな小さな保健室に、大げさな吐く息た黒縁メガネの僕がいる。もしも
も未曾有の悲しみに心が風を引いてしまったら僕が直してあげるよ。ダメならもらってあげるよ。分け合おう、つながろう。大切にね、大切にね、僕は君を好きになったよ。君の頭の真ん中の小さな小さなアトリエに大げさなパレットと爆発頭の僕がいる。もしもにわかの絶望に頭の中が真っ白になったらありがとう探していたんだ。思いっきり大好きな君を描けるキャンバスさ、壁を越えられずに泣いてたこと、それを乗り越えてゆけばよ。ジュール・ベルヌだったっけ。人が想像できることは全部叶えられるって。どんな大それた夢を描いてもいいんだよ。決して君を僕は笑ったりしないよ。心の不安定な空模様にふっと心配になる。泣いてるかな、怒ってるかな。今日も元気に暮らしてるかな。いつか僕が風で寝込んだ時に、そのすぐあと君も風邪をひいてた。ただの偶然だったんだけど、僕の心にもきっと小さな保健室が、大切にね、僕もきっと愛されてた。歌いながら笑いながら、僕は今日も君が
ありがとうございました。お食べでした。
way it be? Is it the world or how I see me? For now you are really, really bugging. Yes, you are bugging me. Can you just show right up? Your cup is overflowing, overflowing. And you think it is empty. You don't even know what side you are fighting for. Boy, won't you turn your Game Boy off? Stop pretending it's you against the world. I am sick and I am tired of hearing you always say, I really got a good excuse to complain. My parents got a buzz, can't heal the pain. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. Shaking in the real world. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. Go take a step outside, see what's shaking in the real world. はじめましての方がたくさんいらっしゃいますので、軽く自己紹介からさせてください。VO スラッシュ GO と書いてボゴと読みます。先ほどお配りいたしましたので、ご覧いただければと思います。 V で始まります。英会話で言いますと、発音でそうですね、軽く下唇を噛んで発音するような V でございますので、よろしければリピートアフターミーボゴでございます。はい、そうボゴですね。はい、ボゴでございます。よろしくお願いします。なので、低音がちょっとビビったりしてる感じです。大丈夫でしょうか。はい、昼間大阪で仕事をしてましてですね、仕事が終わってから車で三宮へやってきたんですけども、ボイスへ来るときは必ず駐車場で着替えておりまして、駐車場でって言っても車の中で着替えるわけじゃないですよ。車の外でズバッと脱いでこの今の服に着替えるんですけども、今日も誰にも見つからずになんとかここまでたどり着くことができました。そのうち誰かに見つかるんちゃうかなと思いながら、それをちょっと楽しみにしているボゴでございます。よろしくお願いします。オープン。だって何もなかったように、許し合ったってすぐにもう忘れてる。空から君への手紙、
光の中風吹き抜けるロゴ今からスタートをしよう全てはここから始めよう欠片だって破片だって星になれるから繋ぎ合って重ね合って分でございました、はい、今日ね、今日トップバッターで出た山本新大先生にですね、プロデュースしていただいて作った CD がですね、リユニオンという CD なんですけども、あれですよ、新大さんファンの方々にとってすれば多分羨ましがられることだろうと思うんですけども、新大さんの自宅の中で狭い密室で2人で作った曲ねそうなんですよ、そんなんですよ、そんな感じなんですよ、来る日も来る日もですね、一緒にあれですよ、プリンを食べたりコーヒーを飲んだりしながら作ったんですね。それがリユニオンという CD でございまして、おかげさまで好評でございます。はい、で1曲目が、そのリユニオンの1曲目に入っているオープンという曲で、今から歌うのがそのリユニオンの中からリユニオンというテーマソングでございます。朝目が覚めて思った今日もまた同じ毎日の繰り返しの始まり顔を洗って服を着替えてネクタイ締めて飛び出駅までの道走って同じ時刻同じ電車同じ車両に飛び乗る目的の場所に着くまでは流れる景色を見つめているだけそんな時胸に響いた湧き上がるようなメロディー言葉にできない思い涙が溢れていた
け出す衝動、錆びついた心のどっかで湧き出した感情、さらけ出した愛情、誰にも止められない。夜も朝も同じように閉ざしていたんだ。気づかないふりして、ありがとうございます。リユニオンでした。ね、このリユニオンというのはもともとあのそうですね、2000年ぐらいにその音源として自分でその作ってたんですけどね、その要は弾き語りで、作ってた音源を世に出さずに、要は発表せずにずっとその温めてたんですけど、温めてたというと聞こえが良いんですけど、要するにその CD ジャケットとか作るのがめんどくさくてですね、あの、出さんままに置いてたんですけど、それをですね今年に、山本新大先生の、アレンジの下でですね、あの素晴らしい形にして世にただいま出しているところでございますので、ぜひぜひあのお手に取っていただければと思います。一応今のところですね、このリユニオンに関しては、ライブ会場で手売りのみでやっておりますが、実は 8月か9月ぐらいに、今やってるユニットの、CD が制作中で、それが全国発売になるので、それに合わせてちょっと、全国展開していこうかなという作戦を今練っているところでございます。またそのうち、どこでも買えるような形を取りたいなと思っております。さあ、それでは次の曲は Love You Tender。愛してると言われるテンダー、温かな夢を見てんだ、誰よりもその目を知ってんだ、だからこうして見
れてんだ I love you もただ一つになって眠りに流されてんだ All right All right All right ここ公園でオーライって言っていただいているところですので後でもう一回出てきます Love you tender でした。バックスリーホーム。嬉しいです。いい感じです。あの楽しい夜にしたいと思いますので、一緒に最後まで楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。うまいこと言えて。あの、あれ。
待って聞いてる必要は全然ありませんので、思いついた言葉をそのまま口にしてもらって全然構いません。アホやなと思ったらアホーって言うてもで構いませんし、ボゴやなと思ったらボゴーって言うてもでも全然構いませんし、好きやなと思ったら好きって言うてもらっても全然構わないんです。じゃあよかったら出始めにヒューヒューとか言うてみてもらえませんでしたか。どうぞ。ヒューヒューありがとうございます。嬉しいです。じゃあよかったら好きとか言うてください。どうぞ。えまあいいか。バイバーイ。どんな言葉に流されてしまいそうな時気がついた。誰にも譲れない想いがある。その場所へとその日へ鳥のように世界中へ飛び出した。How many more than me。 そういつもオリジナル、誰にも似てない自分でいい。でそのままで迷わずに先ほどのその、山本新先生に作っていただいた CD とは別にですね、ダッシュという CD を作りまして、だいたい同じ時期に並行して作ってたんですけども、これが、6月5日先週ですね、全国発売になっております。はい、とりあえずどこのレコード屋さんでも CD ショップでも買える状態で、Amazon でもお買い求めいただける状況になっておりますので、よろしければそういう CD ショップとか Amazon でご購入いただければと思います。
そんなんいやいやめんどくさいわという方のために、一つだけ朗報がございまして、本日ここに持ってきておりますので、もしよろしければですね、今日ここでお買い求めいただいても全然構いません。何よりも大事なことは、お店で買うと2000円に消費税がついて2100円なんですけども、私から直接買うと、消費税は私持ちでございますので、皆様は2000円でご購入いただけるというそんな仕組みになっております。よろしくお願いします。どうじゃあ次の曲でラストです。スペシャルデイ。あ、いい感じ、嬉しいです。急いで急いで君の手いざ書いてますけど、カラオケになっておりまして、日本全国どこでもフガとかジョイサウンドで歌えますので、よかったら今から聴いて覚えてですね、歌ってくださいませ。よろしくお願いします。何度も重ねた唇も夢も幸せだな。僕は今夜ここで皆さんに出会ったことが今までの人生の中で一番幸せだと思っております。心の底からそう思ってるんです。好きになってもいいですか？やっと会えた、やっとぐり会えた、やっと君に会えた。やっと会えた、やっと君に会えた、やっと君に会えたよ。 Oh special
じゃがじゃー、ありがとうございました。それはやってもいい、あ、いや、分かりました、やります、はい、ありがとうございます。皆様お待たせしないのが僕でございます、ありがとうございます。いやいや幸せです、なんかこんなに優しくしていただいて、親戚でもないのにね、もうほんまに今日から親戚ということでよろしくお願いします。じゃあ幸せな気持ちをそのままにちょっとゆっくりした歌を一曲やらせてくださいませ。嬉しいんです。君の笑い声と僕の笑い声が一つになるから嬉しいんです。君の笑い声と僕の笑い声が重なり合う。幸せでした。ボゴでした。
you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You've got it all. You've got it. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now. Cha sa pa pa ba da ba da pa sa pa pa ba da ba da pa sa pa pa ba da ba za ba da ba ba da ba da ba za ba ba da ba da ba do ba za ba 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 za ba 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 ba